W. エドワーズ・デミング、ウィリアム・エドワーズ・デミング、1900年10月14日から1993年12月20日は、アメリカ合衆国の統計学者、著述家、講演者、コンサルタントである。学位は、博士、イエール大学、1928年。ニューヨーク大学経営大学院、現在のスターン経営大学院教授などを、歴任した。 第二次世界大戦前後にアメリカの生産性向上に尽力した。また、特に日本に限った話としては、その日本への影響でよく知られている。彼は1950年から日本の企業を経営者に、設計、製品品質、製品検査、販売などを強化する方法を伝授していった。彼が伝授した方法は、分散分析や仮説検定といった、 統計学的手法の応用などである。デミングは日本の製造業やビジネスに最も影響を与えた外国人であった。このため以前から英雄的な捉え方をされていたが、アメリカでの認知は彼が死去した頃やっと広まり始めたところあった。日本での工業製品の成功がデミングにあると知ったアメリカ工業界は教えを請おうとしたが、 自分の考えに過去冷淡であったことからあまり熱心に関わろうとはしていなかった。アイオワ州、スーシティ生まれ。1921年、ワイオミング大学で電気工学の学士号を取得。1925年、コロラド大学ボルダー校で物理学と数学の修士号。1928年、イエール大学で物理学と数学の博士号を取得した。 イエール大学在学中に、ベル研究所のインターンシップを獲得。卒業後、米農務省及び国政調査部門で働く。ダグラス・マッカーサー将軍の下で、日本政府の国政調査コンサルタントを務め、統計的プロセス管理手法を、日本の企業経営者に教えた。その後も何度も日本に赴き、助言を与えるとともに、ベル研究所で、 ウォルター・エイ・シューハートから学んだ技法を適用した結果である経済成長の様子を観察した。後にニューヨーク大学経営大学院の教授となり、同時に米政府の個人コンサルタントとなった。デミングの著書アウト・オブ・ザ・クライシスとザニュー・エコノミクス・フォー・インダストリー・ガバメント・エデュケーションでは彼の理論であるプリフ・ウンド・ナレッジとマネジメントの14のポイントが示されている。 後日フルートととドラム演奏を趣味とし作曲曲や編曲も言った1993年、ワシントン DC に W. エドワーズ・デミング・インスティチュートを設立。また、アメリカ議会図書館には、デミング・コレクションが収蔵されており、多数の音声テープとビデオテープも含まれている。W. エドワーズ・デミング・インスティチュートの目的は、 グリフウンドナレッジの産業への適用の研究による繁栄と平和の追求である。アイオワ州、スーシティで生まれたデミングは、同じアイオワ州、ポルックシティにある祖父の養鶏場で育ち、その後アイオミング州パウエルに移住した。彼の父もウィリアムだったため、エドワーズと呼ばれるようになった。エドワーズは、母の旧姓。1917年。 ワイオミング州ララミーのワイオミング大学に入学し、1921年に電気工学の学士号を得て卒業。1925年にはコロラド大学ボルダー校で修士号を取得し、1928年にはイエール大学で博士号を取得した。どちらでも数学と数理物理学の学位を取得している。数理物理学者としてアメリカ農務省に勤務し、 1927年から1939年、統計アドバイザーとしてアメリカ国政調査局に勤務した1939年から1945年、その後ニューヨーク大学経営大学院で統計学の教授を務めた1946年から1993年、またコロンビア大学の経営学部大学院でも教えている、 1988年から1993年、また企業のコンサルタントも務めた。1927年、デミングは農務省の C ・ H ・カンスマにより、ベル研究所のウォルター・ A ・シューハートに紹介され、シューハートの業績に大いに触発された。シューハートは製造工程の統計的制御手法の提唱者であり、管理図などのツールを考案していた。 このため、デミングも製造業や経営に統計的手法を応用する方向に興味を移し始めた。シューハートによる分散の共通原因と特殊原因の考え方は、デミングの経営理論にも取り入れられている。デミングは、これが単に製造プロセスに適用できるだけでなく、企業の経営にも活かせると考えた。この洞察により、1950年以降の産業への 多大な影響が可能となったのである。デミングは、ノーム賞で、シューハートが行った一連の講義を本にまとめ、スタティスティカルメソッドフロムザベポイント、オブクオリティコントロール、として1939年に出版した。デミングは、シューハートから多くを学んだ理由を、後のインタビューで、シューハートが聡明である一方で、物事を難しくする得意な才能を持っていたためだと、 説明している。このためデミングは、シューハートの考えをコピーし、それを彼なりの分かりやすい方法で提示することに時間を費やした。デミングは標本化技法を開発し、それが1940年の国勢調査に使われた。第二次世界大戦中、デミングは、エマージェンシーテクニカルコミッティの一員として、H、カイダッチ、AG、アシクロフト、 デスリー・ E ・サイモン、R ・ E ・ワイラム、ジョン・ギャラードと共に働き、戦時標準規格、アン・シジ1から3として1943年発表の策定を行った。また、戦時動員された工場作業員に対して、統計的プロセス制御技法を教えた。統計的技法は、第二次世界大戦中は広く適用されたが、戦後アメリカ経済が強くなるに従って、 数年で帰り見られなくなった。第二次世界大戦後、1947年、デミングは1951年の日本での国勢調査の計画立案に関わった。デミングは、軍から現地での国勢調査の支援を依頼された。彼が日本にいた頃、社会への関与や、品質管理技術の専門知識などもあって、日本科学技術連盟から招待されることになった。 日鍵連のメンバーは、シューハートの技法を学んでおり、日本の復興のために統計的制御の専門家の教えが必要と考えていた。1950年6月から8月にかけて、デミングは、数百名の技術者、経営者、学者に統計的プロセス制御と品質の概念の講義を行った。また、少なくとも一回は、企業経営者向けの講義を行っている。デミングが、 企業経営者に伝えたことは、品質の向上によって支出が減り、生産性と市場シェアが向上するということであった。最も有名な講演は1950年8月に箱根で行われた経営者のための品管理講習会1日コースである。日本の製造業者は、デミングの技法を広く適用し、コスト削減により、日本製品が世界を接見することの要因の一つになった。 1950年の講演は本としても発売された。そこで、ヒカギレンは、デミングの友情と業績を長く記念するため、その印税を基金とし、デミング賞を創設した。その後、デミングは、ワシントン DC の自宅に戻り、アメリカ国内でのコンサルティングをするようになったが、ほとんど無名だった。1980年、NBC が、リフジャパンキャン、ホワイキャントウィ 日本にできて、なぜ我々にできないのか、というドキュメンタリーを放送し、脚光を浴びることとなった。フォードモーターは、アメリカ企業としては、比較的初期にデミングに助言を求めていた。1981年、フォードはデミングに改善を依頼した。フォードの売上は、下落傾向にあり、1979年から1982年の、 間に30億ドルの損失を計上していた。デミングは企業風土と経営法人を尋ねた。フォードが驚いたのはデミングが品質ではなく経営のことを語り出したことである。彼はより良い自動車を開発する時の問題の85%はマネジメントの責任だとした。1982年以降、フォードは高収益の自動車、トーラスやセーブルを送り出すこととなった。 フォード会長、ドナルド・ピーターソンは、オートウィークマガジンへの手紙の中で、我々がフォードの中に品質文化を構築し、様々な変革を行ってきた根底には、デミング博士の教えがあると記している。1986年までに、フォードはアメリカで最も収益性の高い自動車会社となった。1920年代以降初めて、同社の利益はライバルである。 ゼネラルモーターズを追い抜いた。その後フォードはアメリカの自動車産業の改善をリードし続けた。後のフォードを見れば、それが一時的な幸運などではなかったことがわかる。1982年、デミングの本、クオリティ、プロダクティバティ、アンドコンペティティブポジションが MIT センターフォーアドバンスとエンジニアリングから出版された。これは、 1986年にアウト・オブ・ザ・クライシスと解明されている。デミングはこの中でマネジメントの14のポイントと呼ばれる理論を述べている。マネジメントが将来計画を立案するのに失敗するとそれが市場での損失につながり、さらに従業員らの解雇につながる。マネジメントは市販機配当によってだけでなくビジネスを継続し投資を保護し、 将来の配当を確実なものとし、製品とサービスの改善を通してより多くの仕事を提供する革新的な計画によって判断されなければならない。新しい学習と新しい哲学への長期的関与は変革を必要とするマネジメントに必須である。アー描写や貧速な結果を期待している人々は最終的には失望することになる。デミングは オレゴン州立大学の名誉博士号など様々な賞や栄誉を手にしている。1987年、統計的手法を広め、標本化手法を考案し、品質向上のためのマネジメント哲学を企業や政府に広めたとに対して、アメリカ国家技術賞を受賞した。1988年、全米科学アカデミーから、ディスティングウィッシュとキャリアインサイエンスを授与された。 1993年、デミングは、最後の著書ザニューエコノミックス・フォー・インダストリー、ガバメント、エデュケーションを出版した。同書では、マネジメントの14のポイントだけでなく、システム・オブ・プリフ・ウンド・ナレッジ、深遠なる知識の体系が述べられている。そこにはまた、グループベースの教育法や、個人の能力を評価しない、マネジメントなどが述べられている。 1993年12月20日午前3時頃、デミングは、ワシントン DC の自宅で老衰により、静かに死去した。彼の家族はその死をそばで見取った。W. エドワーズ・デミングの哲学、思想をまとめると次のようになる。デミング博士は、マネジメントの適切な原則を採用することにより、組織を向上させ、同時に、再作業、訴訟沙汰を減らし、 顧客満足度を向上させることでコストを削減できるとおっしゃ。鍵となるのは継続的な改善を行い、製造業を断片の集まりではなくシステムとみなすことである。1970年代、デミング哲学は日本で次のようにタイの形でまとめられている。マネジメントは変化を受け入れなければならない。システムは自分自身を理解できない。変革には 外部からの視点が必要である。ここでは外部の視点について論じる。それを私は深遠なる知識の体系と呼ぶ。それは組織を理解するための地図を提供する。第一段階は個人の変革である。この変革は断続的である。それは深遠なる知識の体系を理解することから生じる。変革された個人は人生、イベント、 数値、他人との対話に新たな意味を乱すろう。個人が深淵なる知識の体系を理解したら、彼は、その原則を他人とのあらゆる関係に適用する。彼は自ら判断し、彼が属する組織を変革させるだろう。変革された個人は、デミングは、経営者は、彼が深淵なる知識の体系と呼ぶものを持つ必要があると、した。それは、次の四つからなる。 デミングは次のように述べている。これら4つについて理解し実践するのにその分野の最高権威である。必要はない。マネジメントの14のポイントは西洋のマネジメントスタイルの変革においてこの知識の応用として産業界、教育、政府によって自然に適用されている。ここに挙げた深淵なる知識の体系の各部分は別々に考えてはいけない。 これらは相互に関連している。したがって、心理学に関する知識は、ばらつきに関する知識なしでは、不完全である。指導者は、人々に個性があることを理解しなければならない。それは何も、ランク付けするということではない。各人に組織内での役割があり、貢献していることを理解するのが、マネジメントの責任ある。システムの理解は、 システムの構成要素間の相互作用を理解し、どのようにして、システムが安定した状態に向かうのかを把握することで、ある。個々の要素によらず、この安定した状態がどんなものであるかによって、システムの出力が決定される。つまりそれは、組織の構成因ではなく構造であり、出力の品質を向上させる鍵はそこにある。バラつきに関する知識は、 測定可能なものには必ず標準的な分散と特殊原因による固有の問題があると理解することである。品質向上は特殊原因を排除し標準的な分散を制御することに他ならない。デミングは標準的な分散に対して変革しようとすればシステムの性能は低下するとした。この考え方がシックスシグマイとつながる。深淵なる知識の体系は 次に挙げるマネジメントの14のポイントの基盤となっている。デミングはビジネス効率を向上させるためのマネジメントの14の原則を提示した。要約すると次の通りである。7つの失格問題とは次の通りである。また、障害は次のように分類される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。